ガルダー、1976年10月18日イ、は、ノルウェーのヘビメタルミュージシャン、オスル郊外のジェスハイム出身、1993年にブラックメタルバンド、オールドマンズ・チャイルドを結成している。もともと、レクイエムというスラッシュメタルバンドが存在し、そのバンドを母体として、ガルダーとトヨ・ダルフ、ヤルダルの3名で、オールドマンズ・チャイルドが結成された。 オールドマンズ・チャイルドでは主に、ボーカル、ギター、キーボードを担当し、加えて、ベースを兼任していることも多い。これは、オールドマンズ・チャイルドは、メンバーの入れ替えが激しく、ガルダー以外のメンバーが固定されていなかったためで、2003年以降、オールドマンズ・チャイルドは、ガルダーのソロバンドとなっている。2000年には、アステヌの脱退したディム・ボルギルに加入し、 リードギタリストとして活動している。ガルダーはこの他に、ブラックメタルバンド、デュード・ハイムスガードでも活動している。デュード・ハイムスガードのギタリスト兼ボーカリストのアルドロンは、オールドマンズ・チャイルドのデモアルバム、イン・ザ・シェイズ・オブ・ライフの各曲のいくつかの作詞を行っている。プユラタ・ニコル・ユーホリック・ミサンス・ロピア・ワールド、ミサンサ・ラッピーです。 カルトアルマゲドン・イン・ソルテディアボリ・アブライ・ダブラ、ホーセス・オ,オブ・ザ・ノーザン・ナイト・イン・ザ・シェーズ・オブ・ライフ・ボーン・オブ、ザ・フリッカリング・ザ・ペーガン・プロスペリティ・イール、ネイチャード・スピリチュアル・インベージョン・リベレーション666、ザ・カーズ・オブ・ダムネーション・イン・ディファイアンス・オブ・イグジステンス、バーミン・スレーブス・オブ・ザ・アールド・サタニック、アート・ビハインド・ザ・プレイヤー、ジム・ボジャー。ありがとうございます。